昨日の大雨から今日は超天気だな。やば、雲一つない青空。はい、ということで皆様こんにちは、おじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。私は30代のフリーター、ただいま山梨県にリゾートバイトでお邪魔してます。そんな私の日常をお送りしているチャンネルでございます。よろしければチャンネル登録、高評価、低評価、ツイッターもやっております。よろしければフォローなどよろしくね。ということで最高にいい天気だ。いい天気、久々に晴れました。今日は何の話かと言いますと、リゾートバイトをしている中で思ったこと、もしかして家いらないんじゃないのっていうお話です。もちろん住所は必要なんですけれども、リゾートバイトをしていて家いらないんじゃないかなと思いました。なぜかと言いますと、まずリゾートバイトは寮がほとんどついています。ということは住むところは確保できる。でも働くにあたって住所は必要になります。なので、まあ例えばどこか安く、まあ持ち物などを保管するような倉庫などを住所としていろんなところで働く、そういう生き方もありなんじゃないかなって思いました。どうなんでしょうね。じゃあ仕事なくなった時どうするのっていう話なんですけど、その時はエアビー使えばいいんじゃないかなと。エアビー&ビー、なんだっけ、ちょっと略称しか覚えてないんですけど、アパートとか別荘とかそういったところを結構借りることができるサービスなんですよね。まあ一定期間、1ヶ月だとか1週間とか1日とかでもいいんですけど、まあ住む場所を確保できるサービスなんですけど、まあそれを仲介してくれてるサイトというか会社ですかね、それを使えばそんなに高くない料金で住居を確保することができます。仕事がない時はエアビーを使って、仕事がある時は寮に住む、そして各地を転々とする。まあちょっとリスクはもちろんあるんですけど、そういう生き方もありなんじゃないかなって今思ってます。まあそういうリスキーな生活ってのも人生一回きりだし、やってみるのはありなんじゃないかなと思ってます。でもね、その状況だとゲーム実況ができないのがちょっと今悩みの種です。とりあえず仕事に行ってきます。皆様お疲れ様です。無事に仕事が終わりました。今は夜の8時です。4月の18日かな、18日8時です。皆様も本当にお疲れ様でした。まあ今日は日曜日だから休みの人も多いかもしれませんが、まあ、今日一日お疲れ様でしたっていうところですね。ちょっと話が飛んでたら申し訳ないんですが、私が思った家がなくてもいいんじゃないかっていう話なんですけど、まあそのことも含めて皆様お疲れ様です。無事に仕事が終わりました。今は夜の8時です。4月の18日かな、18日8時です。皆様も本当にお疲れ様でした。まあ今日は日曜日だから休みの人も多いかもしれませんが、まあ今日一日お疲れ様でしたっていうところですね。ちょっと話が飛んでたら申し訳ないんですが、私が思った家がなくてもいいんじゃないかっていう話なんですけど、まあそのことも含めて今私が意識していきたいというかやっていきたいことの3つ、まあ旅して生きるってことですね。それがまあ別に家がいらないんじゃないかなっていう話でもあるんですけど、まあ家を持つか持たないかっていうか、まあそういうことはまあ置いといて、今してるようなまあリゾートバイトで各地を転々とするような働き方、これからも続けていきたいなって今は思ってます。そして2つ目はゲーム実況。これは昨日の動画でも申し上げましたが、やってみたい。まあそれを旅しながらやっていけるようなまあ環境、現実的に実現可能かどうかとかも含めて考えて調べて実現していきたいと思います。そして最後に、まあ家がなくても生きていけるんじゃないかっていうことにもつながるんですけど、やっぱりある程度の貯金とか、蓄えは必要だと思うんですよね、いざという時に。なのでまあもちろんまだまだ借金というか総合支援資金なども借りている状態ですし、返さないといけないものもあるんですけど、しっかりと貯蓄貯金もしていきたいと思います。ということで今日は、まあ、やってみたいことっていうことの話と、まあ、家はいらないんじゃないかなっていう話をしてみました。ということで今日もご視聴本当にありがとうございました。皆様も一日お疲れ様でした。
明日も良い一日を。じゃあね。